じゃあ7月もうここから後編やな。7月、これ私はちょっと真面目なやつやねんけど、うん、それまで働いてた会社を辞めるっていう。あ、実はまだそこまでは会社で働いてて、ピロシキーズをやってコラムを書いたり、そのご自分出たりとかいろいろあったけど、普通の会社でも働いてて、もう働き詰めみたいな感じになって、ちょっともう無理やなっていうので会社を辞めた。いや、でもなんか大きい決断やな、会社を辞める。辞めるの、だからそこからはもうピロシキーズととして生きていくっていう。そうだね、まあ、どっちかっていうとあのテレビの方が収入はあるけど。この野郎、あんたもやん、それモデルとかの方が。絶対ピロピロも大きくなるんだよ。まあそうやね、まあこれから、これから。ピーロネット、ピーロネット、夢のピロネット、小腹。じゃあアベちゃんは7月。え、うちは別に特にそんななんかでかい問題じゃないけど、なんかさ、めんどくさがりやねんか、めんどくさいロシア人やろ、うん、めんどくさがりなロシア人。あの YouTube 始める前もこっちで必死に、じゃあこれについて話そっか、これについて話そっか、うんうんうんって言って、インスタバーって見て、ほんで、じゃあ始めますって言って、何について話すの。で、なんか1年前に買った iPhone を初めて、その新しい携帯を、俺もやったもん、ブラちゃんに教えてもらって、なんであんたこれ、新品の iPhone、これいつ買ったんって言って、あー、これ1年前バカかって思って。じゃあ8月これさ、やべえよな。なんか8月、アレちゃんの方から言う？アレちゃんの8月結構衝撃的な。これちょっと読んでいい？読んで。アレちゃんの8月、パンツにシミがついた状態でテレビに出演。いや違いますよ。パンツにシミがついた状態。今みんなが思ったことではないからね。今みんなが一斉に多分あること思ったと思うけど、うん、違いますからね。あのパンツって言ったらズボンの方のパンツ。あ、パンツね。よだれが飛んだわ。パンツね。そう、パンティー。あ、違う、パンツ。なんか汚いイメージつくやん、やめて。違いますからね、あの普通にズボンを履いたんですけど、ご自分に出た時に、そう、白色、上下白いパンツに白いジャケットをね、そう、着てきて、で、そしてこう、天気を読んでた時やな、前で、ね、天気読まないといけなかった時に、深尾さんに後ろから、あれ、お尻が汚いぞって。もう超焦っちゃってさ、うん、え、何、これもしかしてゼリーとか思って。そんなんだったらもう大事件やと思ってさ、真っ白のパンツでテレビでゼリーふざけてるやん。てーっつって見たら、なんかわかんないけど、多分汚いとこ座ったんやろうな。ここのなんか黒っぽい感じのな、シミだったんだよ。そう、しかもお尻のちょっと割れ目のなんか結構絶妙なとこについてたから、うわー、なんか嫌やなと思って、いや、これはあの多分どっか座ったんですっつって、すげー恥ずかしかった。まあでも幸いにもね、シミが映るってことはなかったから、よかった、助かったね、あの時でも。お尻とか向いてカメラに見せてたら、もうなんかカメラずいぶんアップされてたかもしんないよ。よかったね。でも8月はさ、トレーニング始めたやん、うん、トレーニングちゃんとやろうって決めたきっかけがあって、きっかけがあったんや。そう、シングルマザーの子がおんねんけど、働きながら子供育ててる子、子供を迎えに行くことができひんってなって、で、たまに迎えに行く手伝いをしてたね。優しい。そう、優しいじゃん。そうなの、意外と優しいのよ。行ったら子供たちがなんか、あ、来た来た来たみたいな感じで、来た来た来たってなったの。なってない。だから、あれ、ご自分見てるはずないよね。わかんないよね。なんかある日、何を言ってるのかが聞こえて、あ、白カッパ来たって言われてて、カッパ、しかも白カッパ、子供たちには俺カッパに見えてんねやって思って、もう鍛えるしかないなって思って。白カッパ、カッパってまあなんか多分細くて、あの、こうキュウリを持ってる、まさにあなただね。カッパに見えてんねやってなって、あ、もうじゃあちゃんとその筋トレする企画ちゃんとやろうって思って、でそこからすごいな、カッパが来たって言われてた。あ、だから私は子供たちに白カッパと言われるというのが8月の一番のイベントでしたね。じゃあ次9月いきます。うん、全裸監督に会う。お、全裸監督めっちゃ好きで、好き好きめっちゃ言ってたやん。ずっとその頃全裸監督のネットフリックスがずっと流れてて、もうずっとそれ見てて、でたまたまあったアウトデラックスに本物の全裸監督さん、あ、村西徹さんが来られるってなって、大興奮だった。もうだから、あの9月は俺もそれで大興奮、もう白濁とした滑る。で、うちはなんか似たような感じなんだけど、インスタグラムでニューヨークの
プロのスカウターですっていうメッセージが来たの。スカウトをする人のこと。スカウトする人で、うん、そのアメリカのなんか有名なモデルのこういう会社のもので、うん、やりたくないかなと思ってスカウトしにメールしましたみたいな。日本におるのに、ニューヨークからわざわざ。最初さ、すごいなんかドキッとして、ニューヨークっていうワードに引っかかったわけね。と思って裸に近い写真を送ってくださいみたいなで書かれて、あの体の体型とかそういうの見たいからみたいな。じゃあスカウト詐欺で裸の写真を要求されるってこと？そうめちゃくちゃ腹が立って、でもあの文句言うのやめて、リカちゃん人形の裸を送ってやった。なんやねんそれまあそんなこんなで10月、うん、俺実は映画に出演したね、初めて。いや、映画にこれまだ1回も誰も言ってない。言ってないの？もう流れたの？まだ、まあ、流れてない。まだ撮影中だと思う。え、ちょっとじゃあちゃんとした映画告知。いやいや、だめだ、まだ出せない。後でできるってことやろ。え、ちょっと一緒に告知しよう。何があるの？え、告知、映画やろ。うん、ドラマ、ドラマ出た。ドラマ知ってる。あ、ほんま？あれ、キスシーンやったんやったっけ？うん。あ、でも俺は、あれやね、なんか内容は言えない。映画のタイトルとかまだ言えへんけど、うん、何役やったかは言える。何役やったん？うざい店員役でもな、めっちゃむずい、ね、映画。俺なんか、舐めてたねんけど、なんか何回も、たかがちょっとしたシーンやねんけど、何回もハンガーをかけるのが店員らしくないって言って。なんか俺ハンガーのかけ方がもう店員らしくないねんって。もうそこから、そこから何回もいけないんだ。あ、いろんなかけ方の。こうだったりとか、そうそうそう、あーだったりで。最終的には、この子あかんわって多分なったんか知らんけど、大量の服を持たされて、こんな感じで。ちょっとまた告知するよ、よかったら見てみてください。でももしかしたらね、これから、ちょい役ですよ、もちろん、ちょい役。でもちょっとデビューだよね。そうそうそう、でも嬉しい。ちょっとデビュー、俳優デビューだよね。そう、だからもしかしたら、まあ、パッと見たときにグラスは浮くみたいになる可能性もある。でも結構ちゃんとした映画。あの、女優の人もすごいちゃんとしてる人で、ちゃんと共演もして、楽しみにしてください。あれちゃんの、ほにゃららしいの入ってるね。また告知改めてします。はい。11月、これ私は11月は大変だった。11月ダメだったの？大変だった。いや、わしも大変だったわ。私のは笑えない大変だったのよ。ああ、本当に？うん。11月何でしたの？実家が燃えた。火事で。ああ、そっか。そう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 。なんか言ってたよね。あれびっくりした。で、なんかそれもネットニュースになって、なんか。あれはそう、あれ実はニュースで見てわかったの。うん。でもなんとか、3部屋燃えたけど。全焼は免れて。いや、でも全焼しなくて、そう、セーフだった、ね、まあとにかくその時にはご迷惑おかけしました、本当に。いいえ、もうなんか良かった、でも何もなくて、ほんであれちゃんは11月、ね、なんかもうこんな大事あった後になんか私のなんか何があったって俺が言ったのか、俺が言ってあれちゃんが大事にしていた服をブラスが破る服をっていうかママからもらった革ジャンこう着てきたの撮影で、でそれをなんかまあ脱いでかけてたら、ブラちゃんが「うん、いい革ジャンジャン、ちょっとこれいいね」って言い出して「かわいいやんかわいいやん」あ、そうって言ったら「ちょっと着てみていい？」とか言って言い出したから「別にいいよ」って言ったら「うん、ここでいい感じだね、なんか俺もなんか買おうかな」みたいなことをやってたのでもその時ビリとかも言わんかったんだよね、別に。柔らかい素材のやつだから。そうね、でそれをなんかまあそのままその日は帰って、で違う日に展示会とかにあの友達と行ったら「どうしたのこれ！」って言われて気づかんと来てたんやなそれ何が？っつって振り向いたらここやぼけてたの。また背中も開いてるやないの今日でもあれをあの綺麗に縫い付けてちょっとしたこうなんていうチャームポイントとしてのこうこう一味良くなったんだよ、ありがとう無理のある話やな、うん、ありがとう破ってくれて、あ、いいね、ロシア人こういう言い方すぐすんな、ありがとう、もうやめよう、ね、この話大丈夫だよ、気すんなって12月うふんつって12月うふんって12月12月はこれ結構大きいことだよね、解明したんです、あ、なんか解明ね、中庭ね、そう、中庭になって一個前の動画だ、そして前髪を作って竹が改善したからそれいらん前髪作って父も出して、あ、いいアングルね今のやめろよ、お、やじゃないの
そう、やめろやーごー失敗するようになった最近。そう、まあ、あとさ、貧乳キャラでやってきたのにもかかわらずしっかりとした谷間を出してきたらさ、貧乳に謝れっていうね感じになるからね。いやでも女怖いよ、漏れるよ。いやいやいや、もう漏れるよ。ここから持ってきて、ここから持ってきて、どっから持ってきよう、ね、曲げて、横から引っ張って、はーんで自分はなんか、いろんなことにイライラして、そのイライラを収めるために激辛にハマるっていう。あ、でもさ、なんか、あの、ちょうどあの、激辛のラーメン食べた後ぐらいから、あ、もっと激辛食べたいって。なんかいろんなコメントであれが辛い、これが辛いっていうのが来るから。あ、来た、めっちゃ来た。それ、食べたってこと？いろんな辛いラーメンを食べて、今ハマってんねん。絶賛ハマり中。マジ？辛そうで何？そのイライラがなんか紛れるわけ？いや、なんかイライラ紛れんな、あれ飲むと食べると。マジ？ふぅー。いや、もっと思ってるやん。その今月イライラしたのは、すごい足がパンパンになってきて最近。筋トレの影響で。ほんで、衣装が入らへんねん、全然。なんとか入れてしてたら、結構股間がもっこりするわけよ。あー、でいいじゃん。ちょっと股間がもっこりしてるだけで、でもネットで、ブラスボッてるって書かれるのが、もう俺、何を書かれてもいいの。何を書かれてもイライラしないんだけど、最近。勃起してないのに、勃起してるって書かれるのは、嫌なのそれでかいアピールだよね。違うの、大きいようだった。違います、普通サイズでございますよ。いや、わかんないけど、ちょっと見せみ、いや、見したら困るくせに。でもちゃんと一本満足サイズ一本満足サイズ